主婦の皆様こんにちは。私の選定事務所にはアンパンマンとかおもちゃとかがたくさんあります。3歳の姪っ子、2歳の姪っ子が選挙事務所で遊んでくれてます。子育て中の皆様、お父さん、お母さん、今皆さんが抱えている課題、保育園に入れないとか、小学校に上がって PTA が大変だとか、受験が大変だとか、いろいろあるかと思います。それと政治って何の関係があるの、そんな風に思っている方も多いかと思います。でも私は議員になって1、4年間感じたことは、政治はまさに人のそういったどうにもできない部分を皆さんの声で補う、これが政治です。いいものは残します、買えるものは買えます。これを決めるのはこれまでの仕組みや制度だけで締められているようじゃダメです。皆さんの声を形にするために、まずは選挙に行ってください。あわよくば私松本良明を選んでください。私松本良明を選んでください。私松本良明を選んでください。私は2期目挑戦させていただく中で、皆さんと同じような感覚を持ち続けております。1期4年間感じたことをですね、しっかりと2期目は変えている、変えていける自信がございます。私松本良明、3月10日が猪苗市市議会議員選挙投票日でございますし、明日からご都合のいい時、市役所に行っていただければ、何も持っていかずにお名前と住所言っていただければ投票できますので、私松本良明選んでいただいて、皆さんと一緒にそういった課題共有して働かせていただければと思います。使ってください。2期目の松本良明、必ず必ず皆さんの力になれると思います。声を形に頑張ります。松本良明でした。若い力で2期目に挑戦します。2期目ということで、1期目の、実績と経験、それを2期目にしっかりとつなげて、またやっぱりまずは地元の声を届けて、それを形にするっていうのがやはり現職2期目の務めであると思いますので、また前回とは違う、できることをですね、やっぱりしっかりやっていきたいというような思いで2期目挑戦させていただきます。一つずつ潰す声を形に、福祉の現場経験を生かして町づくりをします。入間市を変えます。入間市をさらにさらに住みやすい、選ばれる町にします。気持ち溢れてきたよ、どこにでもあるような、どんな事業に対して、それから僕には一生懸命私のアドバイスをやりたいというふうに、よろしくお願いいたします。入間市は本格的な今人口減少、社会に突入しました。一時まで15万人いた人口も今割り込んで14万人、そしてこのままですね、子育て施策や定住促進の施策をやらなければ、入間市は8万人に人口がなってしまう、こんなショッキングな人口推計も出てます。人が減るということは、それだけ町の活気がなくなることだけれども、当然人口を減らさない取り組みやらなきゃいけないと思ってます。そのためにはこの入間市がまず魅力的じゃなきゃいけないんです。若い人から高齢者まで住み続けたい、選んでもらえる入間にならなきゃいけないと思ってます。そのために私は1期4年間未来を見据えた政策取り組みをどん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 発信してきました。もう時代遅れになったものはチェックして廃止してもいいんだというようなことも1期目でたくさん言わせていただきました。公共交通もそう、公共施設の統廃合もそう、福祉施策も教育施策も、今のような未来を見据えた観点、それから
今本当に困っていることは何なのか、これまでの惰性でやってるものはないのか、これ一個一個見てチェックして、変えるものは変える、残すものは残す、こういったことを本気でやれる議会議員になっていかなければ、これからの入間市は私はないと思います。私はそういった一員になるためにもう一度2期目挑戦させていただいて、しっかりと議会につないで、将来の政策につないでいきたいと思ってます。ここが本当の意味で入間市は私は勝負だと思ってます。なんとしても2期目、この2期目で皆さんの声を届ける役割をもう一度担わせていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。変化の時です。皆様、若い政治家に皆様の貴重な一票を託してください。皆さんの力を貸してください。頑張りましょう。私はこの生まれ育った入間市が大好きで、この自分の生まれ育った地域のために仕事がしたいと、そして若者の力がやっぱり政治には足りないと、皆さんに政治というのをもう一回考えてもらいたい、政治を諦めないでもう一度政治というのを考えてもらいたい、若い力、高い志、自分にしかできない仕事を一生懸命やります。なんとかいい結果を残します。頑張ります。国民に行くぞ。ダーン、はい、握りしめたプライド一つ、政治というのは結果を出さなきゃいけないと、結果を出してそれが生活が変わるんだと、しかし本気で政治というのは生活なんだと私は思ってやってると、で自分の地域が好きだから、この地域の生活がどうなっちゃうのか不安だから本気で政治をやってると、若さというのはやっぱり行動力であったり型にとらわれない考え方だったりするものだと思います。この入間市で
バレーバス学んでまいりました。福祉介護の現場で働く私だからこそできる街づくり、生活しやすいと思える環境づくり、イルマスのために仕事がしたい、そのような思いで政治活動をさせていただいております。生まれ育ったイルマシが大好きだ。生まれ育ったイルマシが大好きだ。この生まれ育ったイルマシが私は大好きなんですよね。やっぱりこの地域のために仕事をしたい、そういう思いがあります。いきます。政治を行うものが変わらなければいけない。政治を分かりやすく伝えること、地域が主役、地域のことは地域で決める、地域住民の声をいかに政治に届けるか、これからの超少子高齢化時代どう乗り切っていくのか。頑張ります。政治改革、地域改革、福祉改革、この3点が私の行政策でございます。
ら変わってゆくのかな。さてここで新たに当選確実な結果が出ました。